のお客様、ご来店にゃ。ごちそうさま。すみません、ごちそうになっちゃって。ガイドのお礼です。気にしないでください。ありがとうございます。それじゃあ次はさっき話してた地壁に行きませんか？いいですね、夕焼けの時間ですし。それにあまり放置するとエルメスが本当に拗ねます。そうですか。ああ、知り合いの鍛冶師を何人か当たってみたんだが、鞘に適した木材を持ってるやつがいなくてな。とりあえずこの刀は返しておく。研ぎは終わってるから切れ味は戻ってるはずだ。ありがとうございます。一応この後別件でファミリアの鍛冶師にも会うから、ついでに聞いておいて。何から何まで申し訳ありません。気にするな。いい刀を見られて、こっちも眼福に預かれたからな。何か進展があれば、竹三日月ファミリアに連絡する。ええ、よろしくお願いします。あれ、エルメスが…いない…まさか、盗まれたんじゃ…エルメスの声は聞こえなかったので、それはないと思います。じゃあ…あれ、これは置き手紙でしょうか。明日には戻ります、探さないでくださいって。やはり盗まれたわけではないですね。いやいやいや、そうですけど、なんか家出っぽいですし。家出、家もない旅の元宿なのに、果たしてそう呼んでいいものか。そういうことじゃなくてですね。大丈夫です。どこへ行ったかはわからないけど、誰が一緒なのかはわかります。え、エルメスは誰かが乗らないと動かない。多分あのヘルメスって人と一緒ですよ。ヘルメス様と？エルメスが初対面の人とあそこまで盛り上がっているの、僕は初めて見ましたから。じゃあヘルメス様を探せば。はい、それが一番早いと思います。わかりました、すぐ探しに行きましょう。うん、いいロケーションですね。人もいないし雰囲気も出てて。おいおい、この辺のモンスターやばくねえか？なんかでっかいしよ。アイズさんがいてくれれば大丈夫だって。それに私もファインダー越しだと不思議と怖くないんだよね。これだからカメラマンってやつは。この辺りだと出てくるのはオークかインプくらい。動きはそこまで速くないから落ち着いて対処して。それにしてもアイズさん本当に強いんですね。何十匹いても一瞬でしたし。そんなことないよ、真相だとこんなに余裕はないし。真相か、どんな景色なんだろう。いつか撮りに行けたりするかな。景色見る前に消し飛んじまうぞ。分かってるってば、誰も今行くなんて言ってないよ。あ、アイズさん？戻ろう。え？何か違うモンスター。ひょっとしたら守りながら戦うのも少し。この階層のモンスターならどんなに強くても安心なんですよね。ダンジョンは何があるかわからないから、一度地上に戻った方がいい。
ここは従っとけ。写真も撮れたし、迷惑かけたくねえだろ。うん。計画に狂いはある。打ち返え！おニューの衣装にゃ。好きにしろ。これが私だ。その方向、ここでツイールと刺激を答えてくれ。報酬はこちらに。通ずるぞ、我が英雄日誌。おニューの衣装にゃ。任せる。お、来るのか。さあ、喜劇を始めましょう。熱くなるね。あまり期待はしない。これもまた一時の夢。やっと地上かよ。もう潜らねえからな。うん、もう少し深くなると落とし穴もあるって話だし、写真も十分撮れたから大丈夫。アイズさん、ありがとうございます。おかげでたくさんいい写真が撮れました。うん、役に立ててよかった。じゃあ先に戻ってて。え、アイズさんは？さっきのモンスター確かめてくる。少し嫌な感じがしたから。あ、アイズさん。本業に戻っただけだろ。護衛やらガイドやらから解放されたんだ。ほっといてやれって。それより早く戻ろうぜ。すっかり暗くなっちまったしよ。なんだ。そうだった、約束は？疲れた。まさかこんなに残業させられるなんて。あ、ヘスティア様、どうも。やあ、ベルフ君、君も仕事帰りかい？ええ、鍛冶師の寄り合いがあったんで。ヘスティア様はうちのアルバイトですか？そうなんだ。聞いておくれよ、ヘファイストスのやつがさ。あ、いた。あ、お、君は露天商君？昨日はご迷惑をおかけしました。これ、服の染み抜きができましたので届けに。わざわざ来てくれたのかい？ああ、すまなかったね。いえ、こちらの落ち度ですから。いや、だから露天商君のせいじゃないって。ああ、それと私露天商じゃないんです。あ、本業はこちらで。オラリオの絵？それにしちゃやけに精巧だな。ええ、写真って言ってここではあまり見ないものみたいですけど。
お、珍しいし素晴らしいね。こっちは今日取ったものなんですけど。あ、これダンジョンかい？はい、知り合いに連れて行ってもらって。なんだろうこの後。なあ、これ10階層あたりか？はい、まさしくその10階層ですけど。じゃあこれを書いたのはいつだ？ついさっきです。どうしたんだイベルフ君。すいませんヘスティア様、用事ができたんで俺はこれで。なんだったんでしょう。さあ、そっちはどうでした、キノさん。どこにも。僕もヘルメスファミリアに聞きに行ってみたんですけど、誰も知らないって。そうですか。どこか心当たりありませんか？僕はここに来てまだ2日ですから。あ、そうですよね。他に思いついたお店とか探してみます。僕も一緒に行きます。思いつく場所は全部回ったので。わかりました、行きましょう。本当ですか、サヤの素材が見つかったというのは。ああ、ただしダンジョンの中だけどな。ダンジョンの10階層だ。さっき帰ってきたやつから教えてもらったんだ。あの辺りには希少な木が生えてることがあるんだが、ついさっきそいつが生えてたらしい。鞘をあつらえるには強度も耐久性も言うことなしの素材だ。希少な木？ああ、めったに生えないやつだ。他の誰かが見つければすぐ採取されて売っ払われる。それでこのような時間に急いで来られたのですね。そういうことだ。悪いがちょっと付き合ってもらえないか。10階層なら俺とお前で十分だろう。はい、承知いたしました。待ってください、今回の件は私の依頼です。私もぜひご一緒させてください。シズ殿、申し訳ないですが、冒険者でもない方を連れて行くわけには参りません。いくら外で腕が立つとはいえ、ダンジョンのモンスター相手では。あの地下迷宮は他の場所よりはるかに危険ですので。そこを何とかお願いします。自分の身は自分で守りますから。私のことで私以外の方々ばかりが危険な目に遭うなど、私は納得できません。わかった。ベルフ殿、10階層ならこいつを守った上でも俺たちで何とかなるだろう。それにこいつの目、断ったところで勝手についてきそうだしな。ありがとうございます。ダンジョンに向かわれるのですか、シズ様。ああ、リクとティはここで待っていてくれ。ティ、そんな顔しないでくれ。私も行く。ティ、お願いだから。ティちゃん、シズさんなら危なくないよ。ミコトとベルフさん、とっても強いから。ええ、ティ殿。シズ殿には指一本触れさせません。そういうことだ。ね、ティちゃん。だから、お姉ちゃんと待ってよ。約束。え？ちゃんと戻ってくるって。わかった。約束するよ。できる限り安全を最優先して、ちゃんと戻ってくる。うん。無理しちゃダメだぜ、みんな。おニューの衣装にゃ。さあ、ヒノキを始めましょう。you
その方向、ここでついえるとして。これが私だ。始めましょう。お、来るのか。さあ、続きを答えてくれ。君と僕の絆の勝利だぜ。ゴブリンだ。おニューの衣装にゃ。打ち返え。私のものだ。おニューの衣装にゃ。すべては手のひら。これが私だ。胸が熱くなるね。好きにしろ。続きを答えてくれ。この店にもいませんでしたね。付き合わせてしまってすみません。あ、いえ、僕の方こそなかなか見つけられないで。本当にどこ行っちゃったんでしょう。これだけ探していないとなると、もしかしてダンジョンとか。いやいやいや、さすがにそれは。神様は基本ダンジョンに入っちゃいけないことになってますし、それにヘルメス様やエルメスさんがダンジョンに行く理由も思いつきませんから。そうですね。万一そうだったとしても、あの広いダンジョンで二人を探すなんて現実的じゃ。ベル君。神様。今帰ったぜベル君。迎えに来てくれた。あれ、キノ君も一緒。あの神様、僕ら迎えに来たわけじゃ。なんだ、何かあったのかい。それが。お見事です、ベルフ殿。すごいですね。あの大きさのモンスターにも全くひるむこともなく。そのあたりは慣れだな。下に行けばもっとでかいやつもいるからな。ええ、確かに目は慣れてきました。この状況で錯乱せずにいられるだけでも大したものだと思います。このダンジョンというのは一体どういうものなんでしょう。どういうものとは。いえ、ここで得たものを監禁し生業にするというのは理解できるのですが、何かそれだけのものとは思えないのです。オラリオの中心、いや、ひょっとしたらダンジョンを中心にオラリオがあるのかもな。というと。ダンジョンで得られるものは何も金ばかりじゃない。俺みたいな鍛冶師なら素材、他のやつだったら名声、地位、好奇心、戦い、要はいろんなやつに生きがいみたいなものを与えて。オラリオに来るやつは多かれ少なかれダンジョンに惹かれてきてるんだ。ええ、そうかもしれません。自分たちももうダンジョンに見入られているような気もします。人それぞれ目的は違えど、ダンジョンに関わらずに生きていく生活など想像もつかない人は多いと思います。町の連中だってここから生み出される金や資源を元にして生きてる。オラリオ自体がもうダンジョンなしじゃ成り立たない。俺が思うにそういうものなんじゃないか、ダンジョンっていうのは。国の誰もが関わらずにはおれないものですか。エルメスがエルメス君を。ええ、それでずっと行方を探してるんですけど、今のところ何の手がかりも。エルメスは旅の神だ。刺激の外に出たってことは。ガネーシャファミリアや
ギルドの人にも聞きに行きましたけど、外に出た形跡はないそうです。明日には帰ると書いてあったので、そんなに遠くには行ってないと思うんですけど。ヘルメス様、エルメスさんに乗りたがってたから、どこかで走ってるのかも。走って、うわっ、どうしました神様。ダンジョンだ、ダンジョンだよベル君。え、さあいよいよ目的地は近いぜ兄弟。うん、それにしてもどうしたのその格好。せっかく乗らせてもらうんだ、キノ君と同じような格好の方が気分が出るだろう。ローに入りてはローに従えってやつだね。うん、そんなに間違ってはない気もするが、それを言うならゴーだぜ兄弟。そう、それ。しかし大したもんだ、上層とはいえどのモンスターも追いつけないほどの速度を出せるなんて。えへん。よし、そろそろ行くとするか。早くしないとキノ君たちも心配するだろうからね。了解。ちょっと待ってください神様、ヘルメス様がダンジョンに入ったって言うんですか。ああ間違いない、さっき見た絵にあった跡、あれはエルメス君の車輪の跡に違いない。あんな跡オラリオの乗り物じゃありえないからね。でも神様がダンジョンに入るなんて。僕も口にしたけど、ヘルメスは前にも言ってたんだ、バレたらヤバいって。要するにバレなきゃいいって思ってるはずだ。まさか本当に。ヘルメスならやりかねないよ、以前も僕らと一緒に入ってるんだしね。10階層だベル君、2人はおそらくその近くにいる。すぐ向かいます。僕も行きます。でもエルメスは僕の相棒ですしね。ベル君、連れて行ってあげてくれないか。神様、チンピラとはいえオラリオの冒険者相手にキノ君は十分渡り合ってたじゃないか。あのマジックアイテムと彼の腕前はダンジョンでも十分通用すると思う。わかりました、一緒に行きましょう、キノさん。あった、こいつだ。これがその希少な木でしょうか。ああ、とても高値で取引される。こいつがあれば最高の鞘を作ってやれるぞ。ありがとうございます、なんてお礼を言っていいか。気にするな、俺は俺の仕事をしてるだけだ。モンスターです。くそ、あとは戻るだけって時に。待ってください、あの奥のモンスター、奴だけ格が違うようです。お前、まさかあれって。ええ、イレギュラーのようです。おそらく下の階層から。私も出ます。バカ言うな、恩恵を授かってない奴がどうにかなる相手じゃ。お二人のおかげで私にも倒し方が分かってきました。奥のやつをほふるには戦力が多い方がいいでしょう。おいおい、本当かよ。俺が一人で倒せるようになるまでどれだけかかったと思ってるんだ。信じられません。ああくそ、分かった、だが無理はするんじゃないぞ。もちろん心得ています。来ます。無理しちゃダメだぜみんな。
暗黒の時代を覆す光に。計画に狂いはありません。お、来るのか。任せる。剣を答えてくれ。お、来るのか。任せる。これが私だ。帰ったか。行こう、大いなる旅路へ。暗黒の時代を覆す光に。計画に狂いはありません。おニューの衣装にゃ。必ず手に入れてみよう。剣を答えてくれ。任せる。これもまた一時の夢。数えたらその場から飛び降りてください。何？従いましょう、ベルフ殿。どの道このままでは自利品です。1、2、3。なんとあの立ち筋は達人の。あいつが立ち上がる前に逃げるぞ。早くしろ。ですが今最優先なのは生きて帰ることだ。あのチビスケにも約束してただろう。ちゃんと戻ってくるって。分かった、約束するよ。できる限り安全を最優先してちゃんと戻ってくる。シズ殿、早く。わかりました。いや、素晴らしいぜ兄弟。こんな楽しい経験は久しぶりだ。だいぶ乗るのも上手くなったね。そっちの教え方が上手いからさ、この辺りのモンスターだって追いつけやしない。本当にありがたいよ。それにしてもまた景色が変わったね。ダンジョンは階層ごとにガラリと様相を変えるからな。どこにもない絶景、あるいは神秘が詰まってるかもしれないぜ。すごいね。世界は美しいかどうかは知らないけれど広いや。違うだろう。世界は美しいかどうかはわからないけれど面白い。わあ、神様っぽい。おいおい、俺はヘルメスだぜ。当たり前じゃないか。当たり前か。それで例のものは？ああ、そうそう、確かこの辺に。お、あったあった。多分こいつで大丈夫というか、こいつでダメならオラリオじゃどうしようもない。これがヘルメスが言ってた爆発する油？ああ、着火すれば爆発的に燃え上がる。君が言ってた燃料にかなり近いと思うぜ。
そうなんだ。こんな場所にあるのよく知ってたね。うちにバーストオイルっていう爆薬を使う子がいるんだが、材料の調達にいつも苦慮しててね。近場で代替できる素材がないか探してた時に見つけたのさ。ま、燃焼性が高すぎて使えなかったけどね。適切な加工法なんかが確立しない限り使い道もないだろうし、とりあえず放置してあるってわけさ。まあ言ったよ、こっちにはモトラド用の燃料なんて売ってもないしね。それはそうだろうね。で、使えそうかい？この燃料は。うん、多分大丈夫かな。タンクのキャップを外して入れてくれる？よし、来た。アイズさん、そろそろ帰ってきたかな。心配ないだろ。出てくるモンスター全部瞬殺だったんだぞ。とんでもねえ強さだよ、あいつは。うん、そうだよね。あれ、君は。あ、どうしたんだい、こんなところで。ギルドに何か用かい？あ、いえ、友人を待ってるんですけど。友人？バベルでってことは冒険者かい？ちょっと天然ですけど。まあ冒険者にもいろいろいるからね。ちょうど僕の知り合いもダンジョンに潜っててさ。探索範囲も上層だから心配ないとは思うんだけどね。上層なら私の友人も同じですね。10階層くらいにいると思います。そうなのかい？ええ、とても親切な人ですから、ひょっとしたらその人たちとも協力してたりするかもしれませんね。さすがにそこまで偶然はないと思うけど、まあお互い無事に帰ってくれるのを願おうじゃないか。はい、そうですね。また一撃すごいです。キノさんのその魔法というかマジックアイテムですか？マジックアイテム？カノンと森の人です。そういう名前なんですか？なんかかっこいい名前ですね。そうですか？ええ、そんなマジックアイテム見たことありませんから、キノさんだけのものって感じがして。そうですか。あ、この辺りですね、神様が言っていたのは。あった、エルメスのタイヤ跡。この先に続いてますね。行ってみましょう。はい。ベルさん。キノさん、下がってください。イレギュラーです。イレギュラー？なんであんなモンスターが上層に。傷ついてる。え？あのモンスターダメージが残ってますね、多分前の戦闘で。確かにところどころ血が。二人でなら倒せそうですね。行きますか。はい。準備はいいですか？暗黒の時代を覆す光に。計画に狂いはありません。おニューの衣装にゃ。任せる。剣を答えてくれ。その方向、ここでツイールと刺激を答えてくれ。これもまた一時の夢。
僕を一人にしないでくれよ。その方向、ここでツイールとして私のものだ。お、来るのか。さあ、喜劇を始めましょう。ミャーの独壇場にゃ。さあ、これが私だ。始めましょう。報酬はこちらに。相変わらず原理がわからない。火炎放射器でもないし、冒険者っていうのはすごいな。キロさん、しぶとい。急所が人間と違うのか。これでも倒れない。またやってしまったな、兄弟。絶好調だからね。エルメス？やあ、キノ君にベル君じゃないか。あの、エルメス様、何なさってるんですか？見ての通り、ダンジョンをツーリングさ。俺の生かした兄弟とね。ツーリング？キノ、見て見て、すっごく調子いいんだ。ヘルメスにもらった燃料。燃料ってこの国にはなかったんじゃ。そこはダンジョンの神秘ってやつさ。おっと、そうそう、急がないといけなかったんだ。うん、バレるとヤバいんだよね。燃料も満タンだし、早く帰ろう。任せろ兄弟、ぶっ飛ばす。じゃあお先に、アディオース。ちょ、エルメス様。放っておいても大丈夫かな。多分。でも追った方がいい気がします。ですよね、あのままだと目立ちすぎますしね。行きましょう。ええ。見つけた。え？手応えなさすぎ？どうして？それじゃあ、アイズさん、いろいろありがとうございました。うん、私は大したことしてないから。いえ、そんなことありません。この数日、すっごく楽しかったですから。ああ、こいつが言ってるの、本心みたいだぜ。お前のおかげで、いい写真もかなり撮れたみたいだしな。そう、よかった。気をつけて。はい、さすがに外の霧も晴れてるでしょうし。そりゃどうかわかんねえけど、まあここまで来れたんだから、帰りもなんとかなんだろう。まずは置いてきたトラックを探さなきゃね。そうだな、人の行き来も少なかったし、盗まれてるってことはねえと思うがな。本当にいろいろとありがとうございました。また近くを通ったら来ますから。うん、楽しみにしてるね。はい、それじゃあまた。
いろいろとお世話になりました。ずいぶん急だな。もう少し腰を据えててもいいんじゃないのか。いえ、短いながらここがどのような場所なのかよく分かった気がしますので。それはオラリオがお気に召さなかったということでしょうか。そうではありません。ここはきっとダンジョンや夢を求めて人々が集まる場所なんだと思います。なんとなくふらりと訪れた私たちが定住するには少しばかり敷居が高い気がしましたので。それにいつしか私やティもダンジョンに惹かれる日が来てしまうかもしれませんし。そうか、お前はともかくその子がってなると安心してってわけにもいかなくなるな。ええ、ですがこの数日はとても心地よく過ごせました。この地もあなた方のことも決して忘れません。私からも皆様本当にお世話になりました。ティ、最後に何か皆さんに伝えたいことはあるかい？ティちゃん、気をつけてね。また遊びに来てくれるの待ってるから。ありがとう。ええ、ぜひいつでもいらしてください。わかった、まだあれば来る。エルメス、俺は君と別れたくない。気持ちは同じだけど、きっとまた会えるって。こんなに切ない別れはいつ以来だろう。おいおいヘルメス、あんまりキノ君たちを困らせるんじゃないよ。そうですよヘルメス様、キノさんたちは滞在は3日間と決めているんですし。また来るから兄弟。あ、待ってるぜ兄弟。皆さん、いろいろとお世話になりました。とても不思議な体験ができました。ベルさんもお元気で。こちらこそ、またいつでも寄ってくださいね。はい、ありがとうございます。昨日出国したあの国だけど、変わった国だった。とてもけど楽しかったよ。モンスターなんて初めて見たし。モンスターか。どうしたのさ、昨日お腹でも痛い？じゃがまるくん小豆クリーム味の影響？違うよ、これは誰にも言わなかったんだけどね。あれって本当にモンスター、怪物だったのかな。はい、僕にはなんとなく人間に見えたから。うん、正確には赤ん坊かな。いや、多分気のせいだとは思うけどね。ふん、いや、いい、変なこと言った、忘れて。そういえばエルメス、ヘルメスって人とずいぶん仲良くなってたよね。焼いてるの？まさか。ただ意外だったなって。まだまだ僕の知らないエルメスはいるね。そうかな。そうかもね。本当に3日だけでよかった？もっといたかったんじゃ？いいんじゃない？3日だけなのはいつものことだしね。それに、それに、それ以上いたらいけない町だったよ、あそこは。ん？
そういえばさ、エルメスって名前、場所が変わるとヘルメスって言うらしいよ。へえ、じゃあたまにはヘルメスって呼んでもいいよ。